いつでも行けるよ。やるか。さあ。かかってきなよ。さっさと来い。来や。ラーニカゲーだ。恥かいて知らないから。どうしたの？脇が甘いな。私の番。やるのかよ。見せてあげる。行くぜ。来ないの？終わらせる。頑張りますか。ひっさごちそうだ。残さずくらい。遊んでいる。さあ。私の番。出番が来たな。ふさわしい。ごちそうだ。残さずくらい。絶好調。やるか。
止める。しつけの時間ビリビリビリする。頑張りますか。俺の番か。手数がいるな。後悔するなよ。私の番。合わせるぞ。調子乗ってんじゃねえぞ。やったぜ。どうしよっかな。逃がしゃしねえぜ。かかってこいや。かかってこい。容赦しない。
身なりは大事だからな。気に入ったぜ。どれにしようかなっと。やるか。やるのかよ。そうなのか。やっつけてやる。恥かい。仕留める。そこだ。俺の番か。かってこんか。逃げちゃしねえぜ。終わらせる。どうしよっかな。ふざけないでください。さっさと来い。かかってこい。頑張りますか。かかってこいか。どうか見てな。ほら早く。ふざけないで。
ここまでだ。見さらせハッピーバースデー。ほれほれ。血が止まりません。そう抱き寄せないと。ふざけないでください。さっさと来い。こうなって。私の番。合わせるぞ。行くぜ。来なよ。やるのかよ。寝てるわ。出番が来たな。覚悟しろよ。最悪だ。近づくな。夜じゃない。テンション下がる。かかってきなよ。逃がしゃしねえぜ。さあさあおいでなさい。はい。では俺の番か。手数がいるな。ここまで。潰す。遊んでいる。ふざけないでください。どこ見てんの。愚か者。ついてこれるか。私の番。人生これ成長ってな。
んじゃねえぞ。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。体を温めろ。ありがとうな。熱心に見てた。うっ、泣いて謝っても許せませんよ。始めようか。やるか。恥かいても知らないか。覚悟しろよ。ここまでだ。わけが甘いな。しつけの時間。どうしよっかな。覚悟しろよ。やるのかよ。容赦しない。いっ、頑張りますか。やめるなよ。来ないのか。どうか。やっつけてやる。ここまでだ。必殺。ごちそうだ。残さずくらい。寝てろ。くれ。帰ってろ。私に。かかってきなよ。やるのか。逃がしたしね。止める。しつけの時間。もう死ねえな。私の番。見せてあげる。調子叩き潰す。遊んでやるか。やるのかよ。終わらせる。出番が来たな。目障りだ。恥かいても知らないか。相手してやる。さて、さっさと見さらせ。ハッピーバースデー。やるか。かかってきなよ。どうした？さて。あ？ほれほれ。恥かいても知らないから。やるのか。相手してやる。どうか見てんの。さっさと来い。さて、
脇が甘いな。どうしよっかな。容赦しない。頑張りますか。どうして恥かいも知らないか。必殺、どんどん盛り上がっていこうぜ。手加減はなしだ。寝てるわ。さあ、激気満々ですよ。あえてらっしゃい。調子のいいぞ、私は。やたろうぜ。結構調子いいかも。来ないぞ。やっつけてやる。おう、見せてあげる。容赦しないぞ。覚悟しろよ。目覚めるだ。見さらせ。ハッピーバースデー。力の差を見せて。ほれほれ。帰ってらっしゃい。調子出てきたぞ。調子出ないな。来なよ。調子に乗るのもここまでです。調子にいいぞ、私は。かますぜ。なめるなよ。必殺、ごちそうだ。残さずくらい。手加減はなしだ。邪魔をしまいだ。私の番。まだ強くなれるだな。大人の渋みが出てきたぜ。いい感じ。やるか。
ない気分だぜ。見とれないでよね。開けてみるか。やったぜ。成長ってな。Thank you.
泣きさせてもらうやってやろうぜ。私の番。なめる。知らない。おい。無視の居所があるんだよ。かかってこい。止める。調子出てきたぞ。終わらせる。どうしよっかな。痛めつけてやるよ。かかってこいよ。かかってこいよ。どうしよ。お前の調子に容赦しない。くれ。見さらせ。ハッピーバースデー。ヘッド。相手してやる。うわ。これだ。
私にどうだ。出社。痛めつけてやるよ。加減しねえぞ。どうしよっかな。ほれほれ。やろうぜ。容赦しない。出番が来たな。見さらせ。シャンパン入りましょう。調子乗ってんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。やるか。やるのかよ。どこ見てんの。やるのか。臆病な。邪魔すんじゃねえぞ。ダメだよ。脇が甘いな。そう、くれてやる。ありがとう。どうしよっかな。そっか。どうした。見せてあげる。手加減はなしだ。恥かいたら知らない。寝てるわ。出番が来たな。さっさと来い。見さらせ。ハッピーバースデー。チクショー。チクショー。聞かしてんじゃねえぞ。食らえ。やるのかよ。はっ。私に頼む。相手してやる。はい。おい。私の番。容赦しない。調子出てきたぞ。食らえ。状況だけは買ってやるよ。大人の渋みが出てきたぜ。頑張りますか。
見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。私の分だ。成長ってな。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
未練は残してない。楽しませてもらうよ。私の番。手伝うぞ。どうした？よし。こっちですよ。脇が甘いな。で。調子出てきたぞ。終わらせる。私の番。強くなれそうだ。よし。私の番。聞かねえ。仕留める。苦しい。やっ調子出てきたぞ。終わらせる。私の番。見せてあげる。頑張りますか。かかってこい。必殺ハッピーバースデー。聞かねばい。さっさとかかってこい。容赦しねえぞ。やるか。脇が甘いな。そこだ。聞かねえ。許す。うわっ邪魔きた。やるせよ。
私の番。はい。仕留める。容赦しねえぞ。あっと来た。やる。脇が甘いな。効かねえぞ。問題ねえ。手加減はなしだ。パンチ。テンション下がる。容赦しない。出番が来たな。見さらせ。シャンパン入りました。私の分。合わせる。調子出てきたぞ。度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれるだな。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
私の好みとしては、どれにするか。私の好みとしてはいろいろ試してみよう。さてどれにするか。いろいろ試してみよう。私の好みとしては、おあつらえ向きだな。いろいろ試してみよう。さてどれにするか。調子に乗るなよ。後悔するなよ。力の差を見せて。手伝うぞ。結構調子いいかも。手加減はなしだ。あんたの財布は当たりか。寝てるな。かますぜ。調子出てきたぞ。相手にならねえな。素直に喜んでおくか。
よし。
舐めるな。寝てるわ。おじゃ。頑張りますか。必殺。ジャンパン入りました。これを。強さを見せて。仕留める。強くなれそうだ。祈る時間はやってやろうぜ。私の番。ほれほれ、本気止める。調子出てきたぜ。かかってこいよ。かかってこいよ。終わらせる。どうしよっかな。逃がしちゃねえぜ。ダメんなよ。容赦しない。こう頑張りますか。仲間で。恥か知らないから。見さらせ。シャンパン入りました。
調子出てきたやるのかよ。調子出ないな。やるか。もし隔たりがあるどうして。楽しませてくれ。まだまだ。レール無用だ。頑張りますか。本気出せよ。さっさと来い。必殺。シャンパン入りました。
よう、ナンバー。あ、キリュウさん。いや、まいったな。なんだよ、人の顔を見るなり何がまいったなんだ。それが前に話しましたよね、俺の前の職場でみやびちゃんって子につきまとってるセクハラ役員のこと。ああ、そいつがどうしたんだ。あの野郎、偉人町に来てるみたいなんです。部下を引き連れて飲んでるそうで、今みやびちゃんから電話で知らされたとこなんです。町で鉢合わせないように気をつけてって。とはいえ野郎のせいで俺はクビにされたし、みやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられた。何を考えてる。せっかくの機会なんで面を拝みに行って文句の一つでも言ってやろうかと。それだけで済むのか。ぶん殴りに行くような鼻息だぜ。そいつは行ってみなきゃ分かりません。けど桐生さんの顔を見たら、なんかこう行かなきゃ男じゃねえって気がしてきて。おい、俺を出しに使うんじゃねえよ。あ、いや、でも本当にそうなんです。奴にはいろいろ確かめたいこともある。もう行かずには収まらねえ。お前どのくらい飲んでた。だいぶ酔ってるだろう。まあ、よし行きましょうよ、桐生さん。俺についてきてください。おい、どうしたってんだよ、ナンバー。確かこの辺に来てるって聞いたんすけどね。ほら、桐生さんもセクハラ野郎を探してください。お前は少し落ち着け。おいおいおい、もしかしてナンバじゃねえのか。ついてるぜ俺は。やっと見つけたぞ、この豚野郎。なんだとこら。てめえ、誰に向かってそんな口聞いてやがる。立場をわきまえろよ。立場って何のことだ。もしかして会社の肩書きを言ってんじゃねえだろうな。こっちとらクビになってんだ。てめえにどんな口聞こうが俺の勝手だろう。ここは天下の往来だぜ。おっと、そうだったな。ああ、お前ら知ってるか、こいつはナンバっつって、昔は薬を横流ししてた小さだら看護師なんだよ。昔の話だし濡れ衣だ。てめえは現在進行形のセクハラ野郎だろうが。俺をクビにしたのはお前の差し金だったのか。みやびちゃんを口説こうとして彼女のそばから俺を追っ払うために。ああ、そうだよ。なんだ、それが気に食わなくてこんなとこまで押しかけてきたのか。それだけじゃねえ。みやびちゃんに嫌がらせで秘書の仕事を取り上げたな。その通りだよ。俺が憎たらしいか。じゃあかかってこいよ。俺はどうした。なんだと。ナンバー、やつはお前に先に手を出させてんだ。そうすればお前を袋にする口実が立つと思ってんだ。お友達はおつむが回るようだな。でもお前はそうじゃねえだろ、ナンバー。バカはバカらしくまっすぐ突っかかってこいよ。そうか。やっぱりそういうことだったんだな。うん、俺が仕事をクビになったのはお前にとって俺が目障りだったからか。つまりやっぱり一番がネットで炎上したこととは 100% 無関係だった。あいつは無実だ。はあ、何言ってんだ。よかった桐生さん、
一番は何も悪くねえ。俺が言ってた通りでしょう。ナンバお前、何言ってんだかさっぱりわからねえぞ。もうめんどくせえ。かかってこねえならこっちから行くぜ。くさまれ。後悔するなよ。手加減はなしだ。かかってこいよ。逃がしゃしねえぜ。なめんなよ。やる気あるの。終わらせる。頑張りますか。かかってこい。かかってこいよ。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。何なんだこいつら。セクハラ役員さんよ。まずみやびちゃんへのつきまといはやめろ。それと彼女は秘書業務に戻しやる。当然お前の秘書に戻すんじゃねえぞ。まともな上役のもとへつけるようにしてやるんだ。いやしかし、まさかできねえとは言わねえよな。もしそうならまた俺らが挨拶させてもらいに行くぜ。分かった。もう殴んないで。痛いのは無理です。そうだよな。めったに味わえねえ重い拳だったろうからよ。ったく、とにかくずらかるとしよう。騒ぎになると面倒だ。すんません、キリュウさん。ご迷惑をおかけしました。俺のことはいい。春日はいいダチに恵まれたな。え？さっきわかった。お前が気にしていたのは、自分が職場を追われた理由どうこうよりも、何よりもそのことに春日が関係しているかってことだったんだな。ええ。一番のやつ、自分のせいでみんなに迷惑かけたってえらく落ち込んでましたからね。ところが今こうして蓋を開けてみりゃ、あいつのせいでも何でもなかった。やっぱり一番が俺に負い目を感じることなんて一つもなかったと分かったわけです。俺にとってはそれが最高に嬉しいんですよ。お前は自分の失業が春日の炎上絡みだと思っていた時も、あいつを恨んじゃいなかったよな。そうですね。だって当たり前ですよ。あいつは何も悪いことしてねえんだから。そうか。ただね、ん、口ではそう言って歯食いしばってましたけど、やっぱり心の中じゃちょっと辛かったんです。俺なりに随分探して見つけた職でしたから、そいつを急にクビになったもんで、少しでも気緩めたら一番への恨み事が口からこぼれてたかもしれねえ。ああ。でもだからこそよかった。俺一番を恨んだりしなくて、てめえのしくじりをあいつのせいにしなくて。ナンバ
すみません。なんかほっとして涙が。なんだ、今日くらいは飲もうぜ。いい酒ってのはこういう日のためにあるんじゃねえか。ずるいな、キリオさん。あ、どうせ飲むならとびきりいいの行きましょうや。ああ。マスター、この店一番で俺らの予算内のやつ一つ頼むわ。うん、わかった。これからはそんな風に気を使わないで、すぐに知らせてくれる？ええ、よろしく。どうした？何か問題か？はい、ちょっとお店のことで。でも、キリュウさんにはきっとつまらない話だし。
仲間のピンチに知らん顔はしねえ。お前が問題を抱えてるならそいつは捨ておけねえ話だ。そんな、ちょっと嬉しいじゃないですか。まあ確かに酒の魚にはちょうどいい小さなトラブルかな。俺が力になれそうなトラブルか。いえ、あいにくだけどそうじゃないですね。キャバでトラブルがあったとしたら大抵は売り上げが立たなかったかキャストが引き抜かれたかってところだ。ヤクザにみかじめを背びられて嫌がらせを受けるっていうのもありますよ。清流会はそのあたりには手を出していないと聞いてるんでな。さすがですね。ええ、実はうちのキャストがライバル店に引き抜かれたんです。もちろん偉人町でもそれはご法度なんですけど、最近は景気が悪くてみんな生き残りに必死なんです。何人引き抜かれたんだ？今のところまだ一人、他に 4,5 人が声をかけられてるみたいなんです。ずいぶん大掛かりだな。みんな引き抜かれたらうちはおしまいですね。手塩にかけて育ててきた女の子たちだから今ほどの戦力は多分もう再現できないんです。そしてもっと悪いことに、私が別の理由で店を畳もうとしてるって噂が出て引き抜きが起きやすくなっているんです。ん？どういうことだ？その噂によると、私がコンサルの社長からアプローチされて結婚する気になってるって言うんです。実際アプローチは本当だし、そういう目で見ると人によっては私が浮かれているようだったみたい。それで店を畳む噂に信憑性が出てきちゃったんです。なるほどな。そういうことならよその店に移ろうかとキャストの子たちも考えるか。おまけに浮かれている私に気を使って引き抜きをかけられてるって報告も遅くなり、ようやく知らせがあったのがさっきの電話。なんだよ、全然つまらねえ話じゃなかったぜ。悠々しき事態じゃねえか。私はそんなことよりも、はっきり言って店の子たちに遠慮されたのがショックですよ。普段から言いたいことは何でも言ってねって、風通しが良くなるように努力してたんだけどな。なんていうか、最近面倒見がいいっていうのとおせっかいのラインが曖昧じゃありません？私だけ？人間偉くなったり立場が上がると多かれ少なかれ他のもんと距離ができるもんだ。仕方ね。それよりさっきの引き抜きの話だが、聞いてて一つ気になったことがある。え、気になったことって何です？その引き抜きが初めから仕組まれていたってことはねえのか？仕組まれてたって誰に？もちろん引き抜きをしてきたライバル店だ。一番得をするやつが犯人じゃねえのか？そんなの当たり前じゃないですか。でも初めから仕組まれていたっていうから何か陰謀でもあるのかと思っちゃいましたよ。なるほど。陰謀といえば、そのお先棒を担いでるやつが一人思い浮かぶな。今度は誰のことです？お前に寄ってきているコンサル社長、そいつのアプローチがキャストたちの引き抜きを起こしやすくしたとは言えねえか？そうですかね。
店のキャストはお前に育てられて恩義を受けてる。普通ならそう簡単に引き抜きに応じねえだろうし、すぐに報告をあげてお前も対処できたはずだ。なるほど、そうだったかもしれません。でもおかしいか。コンサルの社長は前にも言いましたけど、うなるほどお金もあって左打ちはです。そんな人がキャバの引き抜きなんかに噛んできます？確かにな。それにうぬぼれてるわけじゃないですけど、彼から私へのアプローチは本気だと思います。もしあの振る舞いが結婚詐欺師の手口だったりしたら、それを見抜けない私じゃありません。ふん、そうまで言われちゃ返す言葉もね。ああ、すみません、渡したらついムキになっちゃって。じゃあ万が一ってこともあるし、彼の関わりも疑って引き抜きの件調べてみます。気を悪くさせたかもな。経営の素人が余計な口出しをした。そんな風に思っていませんよ。最近私のこんな相談に乗ってくれるのは桐生さんしかいないんだから。ならよかった。またいつでもつまらない話を持ち込んでくれ。そういうことならお言葉に甘えちゃいますよ。2階から目薬ってここから刺すってことだろ。だから効果が期待。いや、風がなければいい。え、桐生さん、いけるんじゃねえか。なんで桐生さんそんな目薬に。ふん。え、桐生さんが1階で目見開くの。ナンバ目サイコ、私たちもやってみよう。いやです。
ああ、報告ご苦労。私もすぐに行く。お前たちはこれ以上手を出すな。相手がソハンチョルでは怪我人が増えるだけだ。何かあったみたいだな。コミジュルの部下と電話してたんだろ。さて、何のことかわからんな。あいにく私は今飲み終えたところだ。失礼するよ。待てよソンヒ、何か手が足りなさそうな雰囲気だったぜ。私はコミジュルの女王だ。いつだって手は足りてるさ。鈴木さん、珍しく振られてしまったようですね。ええ、取り付く島もありませんでした。孫妃のやつ、何があったかご存知ですか？これは告げ口するようで言いづらいんですが、コミジュルの高派が一斉に反旗を翻したそうです。え？ソハンチョルを中心に10人ほどが徒党を組み、次々にハンピン・リューマンの店を襲撃しているとか。孫一さんからコミジュルの主導権を奪うために、手っ取り早くよその組織と抗争を起こす気でしょう。まさか急にそこまで。彼女としてはハンピン・リューマンが怒り狂う前にコミジュル自身の手で騒ぎを止める必要がある。ハンピン・リューマンの店ってのはどこですか？場所は分かりますか、マスター？助けに行きたいというわけですか？ええ、お気持ちは分かりますが、孫一さんは外部の力を借りるわけにもいかないでしょう。自分たちの手で事態を解決し、リーダーシップを見せなければ同じことの繰り返しになる。それでも今は一刻を争うはずです。俺だってそんな話聞いてのんびり飲んじゃいられねえ。問題はもう一つあります。彼女はあなたの前では普段以上に強くあろうとしているように見えます。どうやら憧れの存在を前にしてかっこ悪いところを見せたくないんでしょう。その気持ちを無下にするのはどうも大人げない。だがそんなこと言ってる場合じゃ。そこでいいものがあることを思い出しました。ん？これで顔を隠せばあなたもコミジュルの一員です。その上孫一さんもあなただとは思いません。なるほど、オンに来ます、マスター。もうよせ、ソハンチョル。私はあんたを英雄だと信じてきたんだ。なのに。ふん、そうとも英雄だ。それが今じゃ小娘の下でつまらん余生を送らされている。流血も構わず奪い取る力こそが裏社会を制する。所詮女のお前には務まらん。俺が立つほかない。あいつがソハンチョルか。孫妃、見てみろ、そこの軟弱な手下ども。身の程もわきまえず俺を止められる気だったらしいぞ。思い上がった若造たちだ。今のコミジュルに戦う気概のある男はもういない。俺は登場界の全盛期に流血の日々を送ってきた。生ぬるいお前の組織は俺が変えてやる。何がおかしい？猛録したな、ソハンチョル。あんたの口ぶりだとまるで力ずくでならこの私に勝てるかのようだ。ふん、当たり前だ。だが今なら見逃してもいい。その代わり俺の前にひざまずいて降伏してもらう。そしてコミジュル総帥の座を明け渡すと、
偉人帳中に誓うんだ。それだけか。他に望む。そうだな。ひざまずく時は服も脱げ。コミジュルの女王が全裸で屈服する。下々の民はそういう見せ物が好きだからな。お前にはそういうサービス精神がなかった。安心したよ。ああ、かつて誇り高かった戦士も今私の中で死んだ。ここにいるのはその抜け殻のゲスでしかない。安心して組織の長として貴様を処分できる。抜かせ。お前の手下はもうそこにいる一人だけだ。どうあがいても勝ち目はない。安心しろ。私は一人でも奴らに勝つ。なんだったらお前は逃げてもいいんだぞ。いえ、そんなわけにはいきません。どこまでもお供しますよ、ソンヒ。お前、その声は。私にお構いなく。ソハンチョルが来ます。備えてください。わかってる。よし、ついに俺の時代が来る。行くぞ、お前ら。ボコられる覚悟はできてるか。始めようか。やるか。どうぞ。かかってこいや。脇が甘いな。調子出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。まさかこんな奴らにこのソハンチョルが。残念だったな。お前は状況を見誤った。年は取りたくないものだね。ハンピンリューマンに手を出した以上、あんたの身柄は彼らに渡して連中の判断に任せる。残念だが命の保証はしてやれ。そんな待ってくれ、ソンヒ。俺が悪かった。俺が間違っていたよ。裏社会の掟は知らなかったじゃ済まされない。そう教えてくれたのもあんただったのにな。おい、お前、ご苦労だった。助かったぞ。うちの組織にお前ほどの者がいたとはな。女王のお役に立てて何よりでした。顔を見せてくれないか。申し訳ありませんが、それより早く怪我人の手当てをしないと。人を呼んできます。
恐れ入りますが、もう行かせてもらえますか。ふん、分かった、行っていい。さっき私が店を出た時から今までずっと飲んでいたのか。あまり長く飲んでいると体に触るぞ、キリュウさん。大丈夫だ、量は大して飲んでないんでな。隣座らせてもらおうか。さっきかぶっていたコミジュルの仮面はマスターから借りたのかな。うん、さてな、何の話だ。ずいぶんと気を使わせてしまっているようだ。まあそういうつもりなら私も芝居に乗るさ。なあマスター、あんたも一枚噛んでるんだろ。おっしゃってる意味が分かりませんな。そうだったな、あなたたちは自分の過去や隠し事を簡単に明かしたりはしない。その辺は年季が入っているんだった。まあ飲めよ、その日。妙に絡むじゃねえか。マスターが困ってるぜ。この私をそんな小娘扱いできるのはあなたたちくらいのもんだ。だがそこがこの店のいいところかもな。いい仲間といい酒に乾杯だ。乾杯。乾杯。ところでコミジュルの裏切り者は片付いたのか。確かソハンチョルってやつがそうだったよな。まだ言うか。いや教えてはやらん、それはコミジュルの話だ、よそ者には関係ない。キリュウさんだけならまだしも、マスターまで薄笑いをしてるのはけしからんな。釣れないことを言いますね。ああ、そいつは言えてる。客商売でそいつはまずいでしょう、マスター。言ってくれますね。いらっしゃい。ほう、いらっしゃい。ありがとう。
んだったよね。いくらでも。もう戦えるわ。キリュウさん、エモいぜ。てめえ、ふかしてんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。やるか。かかってこい。さっさと来い。ダメだよ。やるか。相手してやる。ダメだよ。恥かいても知らないから。かかってやがれ。脇が甘いな。調子出てきたぞ。出番が来たな。やめんなよ。キッパー。シャンパン入りました。どうしよっかな。私の番。さっさと来い。仕留める。手加減はなしだ。来ない。頑張ってきなよ。頑張りますか。見さらせ。シャンパン入りました。私の番。見せてあげる。惜しかったね。俺の活躍。悪くない気分だぜ。素直に喜んでおくか。はい、いいですよ。皆さんシュレピッピできてます。感じますか、クリパースの高まりを。さあ、もうひと頑張りです。
さあ皆さん分かりますか？これがシレピッピなんです。感謝の気持ちを込めて心に念じてください。この言葉です。ヘペトナス。ご視聴の皆様、私はかつて一世を風靡した無難著鈴木です。よろしければチャンネル登録の上、ぜひご家族お友達にも教えてくださいませ。おや、私に何か。申し訳ないが、今撮影中でして。単刀直入に言う。あんたはあの無難著鈴木なのか。ああ、ご存知なんですか。いやー、それは嬉しいですね。ええ、その通り。私、正真正銘本物の無難著鈴木です。そうだ、よかったらあなたもご一緒にここでシレピッピしていきますか。どういうことだ。あんたはまた無難著ヘペトナスの教えを広める気か。失礼ですが、あなたはどちら様で。昔無難著ヘペトナスに騙された被害者とか。いや、そういうわけじゃないんだが。冷やかしということでしたら申し訳ない。先ほども言った通り、今は撮影中ですので。ネットに動画を上げて布教しているようだな。あんたはもうそういうのから足を洗ったと聞いたぜ。思った以上に私をご存知なんですね。ですが誤解です。これは別に布教というわけでは。そうなのか。そう言われても本当に誤解か。俺の目には怪しく見える。またインチキ宗教に騙される被害者が出るようなら、このまま素通りはできねえと思ったんだ。まあそういうふうに見られるのは慣れています。あなたが見過ごせないと思ったのも無理はない。しかし本当に私にはもうあなたが思っているような危険性はないのです。おい無難著、どうしたの。もっとシュレピッピ教えてよ。ねえ無難著、僕にクリパス溜まってる。シュレピッピ、シュレピッピ。ほら見てください、彼らは私というネットでちょっと話題の動画配信者を見に来た矢島たち。無難著ヘペトナスの信者ではありません。私のことを面白がって集まっただけで、もちろん私を教祖などと崇めたりもしていない。だったらなんであんたはこんな動画を撮ってるんだ。それはですね。おお、やってるやってる。インチキ宗教の教祖が人気者気取りじゃねえの。今度はなんだ。詐欺で無所にぶち込まれてたんじゃなかったっけ。おいおい、子供たちまで洗脳してんのか。お前ら無邪気な顔しちゃって。昔こいつが何人被害者の人生ぶち壊したか知ってんの。いえ、僕らそういうのよく分かんなくて。すみません、もう行きます。おい、こいつらは。こういう輩に絡まれるのはよくあることなんです。私の動画撮影はすぐ人目につきますから。かつての私の悪行を知っているんでしょう。彼らにとってこれは正義の制裁なんです。
無難ちょヘペトな隙はてめえ、どの面下げて動画なんて撮ってんだこら。お怒りはごもっともです。ですがこれは私にとっての食材なんです。どうか邪魔をしないでいただけますか。二度と世間の皆様にご迷惑はおかけしません。ご迷惑かけたくねえなら存在を消すしかねえよ。てめえみてえな社会の害悪はな。食材したいんだろ、早く消えちまえよ。電車にでも飛び込むか。すぐ近くに海もあるぜ。せめて魚の餌にでもなって世の中の役に立てよ。あんた、こんな状況がよくあることなのか。なのに、なんで人目を引くような撮影を。おい、おっさんよ、邪魔すんな。こいつは俺らのおもちゃなんだから。横からしゃしゃってんじゃねえぞ、おい。私は自分が実践してきたインチキ宗教の手口を動画で解説してるんです。それをネットに上げることで少しでも世の中の役に立てればと。どういうことだ。さっきみんなでやっていたシュレピッピの修行は集団で同じ動きをすることで同調圧力を生みます。そうやって思考力を奪いシュレピッピをやらせ、その結果をクリパースというポイントに反映、信者同士を格付けし不セリンチョすればより多くのクリパースを積めると説く。不セリンチョとはお布施のことです。つまり教団に多額の寄付金を納めさせる。こういった手口を動画で解説し広く周知すれば別の新たなインチキ宗教の被害者も未然に防げる。実際私の動画を見たおかげで詐欺を見抜けたと視聴者にコメントをもらうことだってあります。嘘ついてんじゃねえぞこれ。前科者が昔の犯罪自慢して動画の再生数稼いでんだろうが、そんな真似が許されると思ってんのか。動画の収益なんてほとんど出てませんし、出ても全て被害者の会に寄付しています。私の食材に終わりはありません。なるほど、そういうことだったのか。何納得してんのバカなのかよおっさん。こいつは詐欺師なんだぞ、口から出まかせだ。こんな社会の敵はな、徹底的に潰して見せしめにすんのが正義なんだよ。俺はこの無難著鈴木の言葉を信じる。簡単に騙されるバカで悪かったな。うっ、放つよこの野郎。さっき蹴飛ばした三脚をこの人に返して詫びろ。他人に正義を振りかざすんだな、まずはそれが最低限のマナーだ。さすがインチキ宗教の開祖だな。あっという間にバカを一人洗脳しやがった。理解不能だぜ。気持ち悪いんだよこのゴミクズどもが。調子乗ってんかね。やってやろうぜ。私の番。恥かいても知らないから。やろうぜ。どうした。おれおれおら、止める。気が高いよ。調子出てきたぞ。サポートする。おいおい、来やがれ。終わらせる。出番が来たな。どうした。行くか。さっさと来い。無駄だ。必殺。打ち行くぜ。
私の番。逃がしねえぜ。相手してやる。見せてあげる。楽しませてくれよ。来た。来ないのか。うん。ちょっと倒さないと。脇が甘いな。覚悟。手加減はなしだ。寝てるわ。頑張りますか。かかってこいや。目障りだ。ああ見さらせ。ハッピーバースデー。出てきたぞ。ほら来いよ。終わらせる。強兵だけは勝ってやるよ。つながったか。まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。もしかしてあなたは桐生さんではありませんか。広島の尾道でお会いしませんでしたか。一緒に戦ってくれましたよね。だいぶ雰囲気が変わったようで今まで気づきませんでした。すみません。あいにくだが人違いだ。俺は桐生って名前じゃない。そうですか。でもだとしたら不思議です。何が不思議なんだ。私が過去の食材をしていると言ったら根拠もないのにすぐ信じてくれましたよね。口先だけと疑われても仕方のない状況です。なんせ私は詐欺師として刑に服した前科者ですから。でももしあなたが桐生さんだったら私の言葉を信じてくれたのも合点がいきます。広島では共に戦い私の背中を押してくれた桐生さんのおかげで私は今日までブレずにいられた。ほら覚えてませんか。桐生さん、あなたが別れ際に私にかけてくれた言葉。悪いな無難長鈴木さん、やっぱり人違いだ。俺はもう行くよ。ねえ桐生さん、お願いしますよ。やっぱり桐生さんなんでしょ。こんなところでまたあなたと会えたのはきっと何か天のお導きですよ。あなたの目から今の私を見てどうでした。私はちゃんと罪を償えていると思いますか。もし神様ってのが本当にいるとしたら。え、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。やっぱり桐生さんじゃないですか。それが以前別れ際にあなたがくれた言葉ですよ。頑張れよ無難長鈴木。悪いな、今の俺にはこれが精一杯なんだ。
くて美味しい。ここのラテはと。この店にはよく来るのか。どうかな。だからいつもって言うほどの回数は来てないんですよね。そうなのか。いい店を見つけたんだな。ですね。まあ最初に入ったのは一番や足立さんたちと、みんながいなかったら入ってなかったかも。私そうか。まあだが仲間のおかげでいい発見もできる。そうですね。いつも私は。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいて、仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がる。その人は。そうですね。うまい喫茶店の話から話題。いえいえ、むしろ桐生さんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を。それじゃあ。これからもみんなで歩くとしよう。今ここであれこれ話すのもいいが、街を歩いて見たものや感じたことを語るのが今の俺のお気に入りでな。最近外でみんなと話しながら歩くのが面白いって。これまでは一人で突っ走ってばかりだったからかな。だからまた付き合ってもらえるか。もちろんです。私もおしゃべりしながら歩くの。またいろいろお話聞かせてください。あ、そうだ、せっかくだし、おしゃれなカフェで撮ると映え。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に。あ、まあ細かいことはいいじゃないですか。いまいち映えてないけど、これからもみんなで街を歩いてお話ししたり。ああ、これからもよろしく。ここ俺のお気に入りの場所なんです。まあ普通の人からしたらドブ川の橋なんでしょうけど。そうなのか。まあこの橋から川を流れてくゴミを見るのが、悩んでいたり嫌なことがあっても無関係に時はくよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるよ。なるほどな。諸行無常ってやつか。どういう意味っすか。ハワイやらいろいろ行きましたけど、ここが好きなんすよ。だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなナンバー。今度はいつか俺の好きな場所を案内させてくれ。桐生さんの好きな場所ですか。言ったな。どこに連れて行かれても。どんなとこに連れてく気ですか。あ、そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか。なんとも今更な記念だな。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、ナンバもな。
でも本当なの？ちょっと信じられないんだけど。そう、じゃあ私の見込み違いだったわけね。よし、ならこの目でしっかり確かめてくる。場合によっては戦争よ。紗友子さんは何かトラブルがあったようですね。ええ、どうも穏やかじゃねえこと。場合によっては戦争とか。前にここでお二人が話していたでしょう。紗友子さんのキャバでキャストの女の子たちが何人も引き抜きを仕掛けられていると。ええ、じゃあやっぱり紗友子に言い寄ってきてた社長ってのがその黒幕だったってわけですか。さて、さっきの電話の様子からはそこまではっきりとは分かりませんでしたね。あ、すみません、あの鈴木さんですよね。うちのママがお世話になってます。ん？俺に話してるのか。それはそうでしょう。偉人町でのあなたは鈴木太一さんです。うちのママっていうと、お前は紗友子の店の子か。そうです。ママちょっと前ここにいましたよね。何か早まっちゃいそうだから止めに来たんですけど電話切られちゃって。じゃあさっき紗友子と電話していた相手は。ええ、私です。何があったんだ。ええ、ここしばらくママに言い寄っていた社長がうちの子を引き抜いてるライバル店と裏でつながってると分かったんです。確か金持ちのコンサル経営者だったな。その社長、実はライバル店のマネージャーと同じ大学のサークルで先輩後輩の仲だったんです。社長の方が先輩でした。それで多分後輩の頼みということでうちのママに言い寄って引き抜きの目くらましをしてたって話みたい。すると紗友子はそいつらに文句を言おうと乗り込んでったってわけか。早まっちゃいそうってのはそういうことだろう。うん、ママかなりキレてたからとにかく早く止めた方がいいと思って。わかった、俺が様子を見に行く。ライバル店のある場所は。あ、それはですね、あんたよくも人の時間を無駄にしてくれたね。結局うちのキャストを引き抜くための茶番で私に言い寄ってたわけ。いや、参ったな。確かに僕は彼の店の引き抜きに協力はしてます。可愛い後輩からの頼みだったんです。昔から困るとすぐ僕に頼ってくる。すみません先輩、ここは俺の方で何とか収めますから。いいんだ。それより聞いてください、紗友子さん。お怒りはごもっともですが少し誤解があります。そう？あんたらの狙いが分かった以上どこにも誤解はないんじゃない？このゲスコンビ。おい、いい加減にしろよこら。先輩は一月で億を稼ぐお人だぞ。真剣なキャバのまま風情が、舐めた口聞くな。金持ちだから口の聞き方変えろって言うの？バカは引っ込んでなさい。話の邪魔よ。こんな俺が助けに来るまでもなかったか。大した貫禄だぜ紗友子。あ、キリュウさん、なんでここに？お前が男に利用されて切れたって知らせが来たんだ。だが思ったより冷静でいるんだな。もちろん、私は店からの引き抜きをやめさせたいだけ。そして二度とこんな真似をしないよう誓ってもらう。はあ、
そのために用心棒を呼んだわけか。けどその方がやりやすいぜ。女だからと思って手出さずに置いてやったとこだ。ん？おい、よせ。別に俺はそんなつもりで来たんじゃねえぞ。そうだ、僕も巻き込まれたくない。やるならせめて僕がいなくなってからにしてくれ。そうはいかないんですよ先輩。喧嘩っていうのは先手必勝です。しかも相手はあの切れ者、向田冴子の雇ったほどの用心棒。年は振ってるようですが相当手だれのはずです。あんたいろいろ勘違いしてるよ。あと一応そっちのために言っておくけど、喧嘩する気なら相手が悪すぎるからね。この人はあの、わけあってはっきりは言えないけど、喧嘩最強でかつて伝説とまで言われた。その手には乗らねえ。おいお前ら、とにかくこいつらを黙らせるぞ。やっちまえ。後悔するな。後悔するなよ。手加減はなしだ。どこ見てんの。寝てるわ。どうしよっかな。かかってこいや。容赦しない。うわっ。はぁ、調子出てきたぞ。手数がいるな。どうしよっかな。大勝利。どんなもんや。だから相手が悪いって言ったのに。ま、待った。僕は喧嘩とかできないから。それに誤解なんだよ、冴子さん。往生際が悪いんじゃないの、社長。あんたはこの店の店長に頼まれて私をたぶらかすつもりだったんでしょ。ふっ、適齢期に差し掛かって私が婚期を焦ってるようにでも見えたかしら。だからそこにつけ込めると。まあ待て。あんたは冴子が何を誤解しているって言うんだ。言ってみろ。僕は確かに最初は頼まれて冴子さんに近づきました。君の気をそらし、君の育てた粒揃いのキャストを引き抜ける隙を作ってほしいと言われてね。僕としては自分の店を持って稼ぐ若い美人ママをからかって遊び半…はあ？何か言い訳するんじゃなかったの？火に油注いでるみたいだけど。ごめん、まだ続きがあるんだ。聞いてほしい。何なのよ。君と何度かデートを重ね、その人柄や経営哲学なんかを聞いているうちに気がついたんだよ。僕がもし長い生涯を送るにあたってパートナーを持つならこの人以外には考えられないって。なんですって。僕のことは嫌いですか、冴子さん。少しは脈があるんじゃないかと期待してました。金ならあります。ルックスは見ての通り上々。仕事だって順調だし、実は子供とかも大好きです。性格はまあ直せる範囲で直します。おい、お前まさかこの状況でプロポーズしてんのか？ええ、これまで僕は結婚に興味を持てずにいた。それはなんというか、自分で気づいてきたものに打算で近づいてくる女性を多く見すぎたせいです。でも冴子さん、
君は彼女たちとは違った。いくら金を持ってようが決して媚びない。どんなに頼れるものがそばにあっても自分の力で立とうとする意志がみなぎっている。美しさとしたたかさ、その全てを兼ね備えた君となら僕もきっと人と支え合うことの素晴らしさを学べる。バカバカしいフィクションでしかないと思っていた理想の家庭ってやつを君となら作れる気がするんだよ。それって君にとっても悪い話じゃないでしょ。もうあの小さなキャバクラだってやめていい。その後のキャストの子たちは後輩の店でちゃんと面倒見ます。ビジネスをしている君ならわかりますよね。これは間違いなく得をする話だと。くだらないね。くだらない長話を最後まで聞いてやったんだから、今度はそっちも聞きなさい。まずそこに転がっている店長に言って、二度と私の店の子たちに近づくなって。もしまた引き抜きを仕掛けてきたら、この町で共存する気はない。必ずあんたたちの店を潰して偉人町から追い出す。あ、でもあの僕のプロポーズの返事の方は。まだ私の話が終わってない。あ、はい。あんたのプロポーズは残念だけど私には響かなかった。こんな状況で言ってくれた勇気だけは買うけどね。私以外の人にだったら通じるかもしれない。でもまだこれ以上私に言い寄ってくるつもりなら、屈辱を与え決して立ち直れないような言葉もかける。そんな。二度と私の前に現れないように。それが社長、あなたのためです。それではごきげんよう。強えな。俺が来るまでもなかったか。まったく、何なんですかね。私に言い寄ってくる男たちはどいつもこいつも。結婚を損か得かで迫ってきたら、私の計算じゃこっちに得なんてありませんよ。バカめ、笑わせんなって言うんです。まあそうかもしんねえな。こっちは経営者の端くれなんだから、感情はそこらの男よりよっぽど早いって言うの。ああ、その分飲むスピードは少し落とすか。今日は珍しくペースが乱れてるぜ。嘆かわしいんですよ。私は今時はあれがプロポーズなんですか。私が古い人間なんですかね。ん？古い人間ってどういう意味だ。結婚というのはそのもっと惚れ合った二人が言葉を尽くし合った先にたどり着くものだと思ってました。それなのにさっきの社長も一番のやつも、幸せになれるとか将来にどんな夢が持てるとかいろいろ言うけども、その前にもっと言うべきことがあるんじゃないの。なんであいつにはそれがわからないのか。私との付き合いが長いからって甘えだよ、それは。これは俺の勝手な想像なんだけどよ。はい。さっきの社長のプロポーズと春日のプロポーズ、両方お前にとって似たようなもんだったんじゃねえか。まあひどさで言ったら一番の方ですけど、確かに似てるかも。肝心なところが言葉にできてないっていう意味では。やっぱりそうか。なんでそう思ったんです。春日とはハワイで長い時間を一緒に過ごした。あいつの不器用さはともかく、熱いハートは高く買っている。そして
お前と何度か飲んでいるうちに、二人がどんなデートをしてどんな話をしたのか、まるで目に浮かんでくるようだ。大方一人で空回りして必死にお前を口説こうとしたんだろう。そしてお前に気に入ってもらおうと並び立てた言葉はどれも絶対に損はさせないって意味のもんだった。それがお前がプロポーズで期待していた言葉とは違っていたんだよな。だがその言葉が欲しいと自分からは言い出せない。結果としてお前は春日とずっと連絡を取らずに今日まで過ごしてきたってわけだ。どうなんですかねそうなのかな。もしかしたらそういうことだったのかも。その答え合わせは俺の役目じゃなさそうだな。ただそれでも一つだけ言わせてくれ。はい。人生にはいつ終わりが来るか誰にもわからない。ある日突然残り時間を告げられることだってある。キリュウソン。時間がいくらでもあると思えるのは若さの特権だ。それでも時間は限られている。苦い別れをそのまんま放置するのはおすすめしない。俺から言っておきたいのは以上だ。ありがとうございます、キリュウさん。礼なんてよしてくれ。年寄りのたわごとだ。いいですよ私おじいちゃん子でしたから、そういう話もっと聞かせてください今のは謙遜して言ったんだ。そこまでじじい扱いするな了解です。じゃあとりあえずペースは落としてあげますから、のんびり飲みましょう。さ、乾杯ですよ。何に乾杯するんだ。そうですね、限りある人生を楽しむこの一瞬に。なるほど、その通りだな。乾杯。乾杯。おい、どうした？大丈夫か？
発作がどんどん苦しくなってきて。わかった、そのまま横になったろ。また救急車はダメだ、金がなくてよ。金のことは後だ、今は自分の体を考えろ。でももし借金取りに見つかったら、今助かってもどうせ俺は終わりなんだよ。おい、じゃあどうしろってんだ。救急車がダメってんじゃ他に手がない。とりあえずどこか見てくれる病院を探すか。いや、もう少し様子を見よう。おい大丈夫じゃ。救急車がダメってんじゃ。いや、しかしこんなカムロ町の繁華街に都合よく病院なんてもんは。ん、待てよ、この辺には確か。そうだ、江本委員、カムロ町一の名医だ。あそこなら金がなくても見てくる。ここの先生と初めて会ったのは随分昔だ。ホームレスだろうが不法滞在の外国人だろうが全く頭が下がるぜ。今でもまだ。おい待ってろ、今医者を呼んでくるからな。江本先生、我が来てくれるか。休館が。あ、江本先生は。私が江本よ。父のことを言ってるなら外出中、もうすぐ戻ってくると思うけど。じゃああんたは。おしゃべりしてる暇があるなら休館とは言えないんじゃない。どんな状況、患者は動かせそう。ホームレスが発作で倒れたんだ。下にいるが救急車は呼ぶなと言ってる。了解、よくあることなの。悪いけど運ぶのに手を貸して。もう大丈夫なのか。ええ、大丈夫。彼は父が見ている患者で時々発作を起こすの。おかげで助かった。そうか、ならよかった。江本先生は今もお元気で。どうかな、最近少し老けたかも。あなたは父にかかってた方？いや、どうしたんだこいつは。何があった？発作を起こして倒れてたの。お父さんがあげた薬を切らしたみたいね。そちらの方が呼びに来てくれたおかげで大事に至らずに済んだ。そうか、助かった、ありがとう。目を覚ましたらこいつにもちゃんと礼をさせよう。いいんだ、それには及ばない。もうすぐに帰るよ。お父さんのことを知ってるみたいだったけど。いや、知ってるというか噂で聞いただけで。へえ、いい噂、それとも悪い噂？いい噂だと思う。そいつはありがたい話だな。今は娘さんと二人でこの委員を。まさかここは俺が一人でやってるんだ。こいつはたまに手伝いに押しかけてくるだけ。あとを継いでほしいと頼んだわけでもないのにな。確かに頼まれてないけど、父が何を言おうとこの院はカムロ町に必要な場所だから。逆にもういつ引退しても結構ですよと言っても
父が頑固に居座り続けてるわけ。何か。いや、失礼。もしかしたらあんた昔の知り合いだったかと思ったんだが。そういえば何年か前に死んだはずだったよ。彼はカムロ町じゃ伝説と言われた極道だったんだ。そうだったのか。その声にも聞き覚えがあってな。よく似てる。でもやはり人違いなんだろう。でなきゃあいつが何年もどこかで死んだふりしてたってことになっちまう。あいにく人違いだ。俺はそんなんじゃない。そうか。だが昔はよくカムロ町に入り浸っていたよ。あんたの噂もその頃に聞いたんだ。金と女が全てのこの町でただ一人、持たざる者に手を差し伸べてくれる人格者の名医がいるってな。いろいろと尾ひれがついてるな。ま、名医ってとこだけは否定しないでおこう。二人とも奥歯に何か挟まってるの？なんだか私はお邪魔みたいね。いや、そういうわけじゃ。ちょっと一休みしてくるから、ごゆっくり。頼もしい後継者がいて心強いな。あんたの背中を見て育った先生だ。一目見ただけで頑固そうなのがよくわかるよ。まあ一度言い出したらもう人の話は聞かん。だがああいう性格でなきゃこの医院を続けていくことはできんだろう。患者たちも俺みたいなジジイよりも娘に治療される方が嬉しいと見える。いつになったら隠居するんだって最近はよく聞かれるよ。さすがにそいつは無礼だな。おかげで死ぬまで医者でいてやろうってガッツが湧いてくる。恩知らずの患者たちにまだまだ衰えてないところを見せてやるさ。会えてよかった、江本先生。医者の立場として歓迎するわけにはいかんが、必要な時はあんたもまた来るといい。もし何か隠し事があっても医者は患者の秘密を守る義務がある。安心だぞ。わかった。その時は当てにさせてもらうぜ。時代は変わり、東条会さえもこの町からなくなったが、ずっと変わらねえものもあるってわけだ。あんたにはかなわねえよ、江本先生。
早くポケサースタジアム入ろうぜ。ここはポケサースタジアム。カムロ町にまた復活していたのか。ポケットサーキット、略してポケサー。ポケットサイズのマシンを使って速さを競う。俺もかつてはこの場所でポケットサーキットカムロ町最速を目指していたもんだったな。当時は子供たちに混ざってがむしゃらにレースをしたり、必死にカスタマイズをしたっけ。当時実況していたポケサーファイターとはなんだかんだ長い付き合いになった。尾道で再会して以来会ってないが、元気にしてるだろうか。もううるさいな、好きにやらせてよファイター。ん？でもそのカスタマイズじゃダメなんだってば小次郎くん。このカスタムタイヤに変えた方が車体も滑りにくいし絶対に有利になるんだって。ほら、騙されたと思ってやってみなって。嫌だよ、今のタイヤが好きなんだもん。色が紫だからかっこいいんだい。色って、でもそれじゃ速くならないし、コースアウトしちゃったら元も子もないだろ。もううるさーい、ファイターなんて大嫌いだ。もういいよ、他の公園で作ろう。うん、行こうぜヤス君。みー、ああまだ話は終わってないぞ。まったく、はあ、うまくいかないな。さてと、片付けないと。うわあ！ああ、すみません。おお、ゴーレムタイガーか。え？知ってらっしゃるんですか？ああ、よくここで遊んでたんだ。ポケサーファイターと一緒にな。僕、ポケサー株式会社でポケサーファイターをやっている村中と申します。俺はポケサー界隈ではカズマと名乗っている。カズマ君ですね、よろしくお願いします。カズマ君はいつからポケサーをやっているんですか？バブルの頃からだから今から30年近く前だな。おお、第一次ポケサーブームですね。くー、その時に生まれて体験してみたかったな。めちゃくちゃブームだったって聞きますもん。そうだな、確かに国民的ブームだったかもしれない。この街からもポケサースタジアムはなくなったと記憶していたが、また復活したんだな。ええ、一度は廃れてしまったんですけどね。最近リバイバルブームが起きて、また全国的に人気が出始めてきていまして、そこに来て少し前に新しい社長が就任したんですが、これまたポケサー愛がすごい人で、かなりのやり手なんです。メディアミックスとかを積極的に行って、ついに小学生や中学生を中心に一大ポケサーブームを巻き起こすことに成功したんですよ。ほう、そういうことか。で、なんであんたはポケサーファイターに？それはもちろん、ポケサー、僕が小さい頃はちょうどポケサー人気に陰りが見え始めた頃だったんですけど、少ないお小遣いを一生懸命貯めて、学校には友達が全然いなかったんですけど、ポケサーをやっているうちにポケサー友達が増えて本当に楽しかったな。そうか、だからポケサーファイターに。はい、友達がいない僕にポケサー会場で気軽に声をかけてくれ、ファイターは他の子たちと引き合わせてくれて、だから僕も昔の自分みたいな友達のいない子たちを助けられるような、だからポケサーファイターに。強い意志があるんだな、かっこいいじゃねえか。でも実際になってみるとなかなか難しいですね。僕は
ポケサーの知識は誰にも負けない自信があります。だからその知識を生かして子供たちに最強、なかなか距離感がうまくいかなくて嫌われ適性がないんですかね。何がおかしいんです？いや、ちょうど30年前にお前と似たようにない、そいつとはたくさんポケサーをやった。最近会えていないが今でも俺の大切な友達だ。そんな人がいたんですね。ああ、子供からも愛される立派なファイターだった。待遇は安い時給のアルバイト扱いだし、年齢も30歳。その人はどうなったんです？結局ファイターを続ける道を選んだ。子供たちの愛か。お前は子供たちがお前に何を…え、そりゃ僕はファイターだし、ポケサーのことをいろいろ…確かに知識を与えるのもファイターの大事だが、子供たちが一番お前に望んでいることは…え、お前はさっきポケサーファイターへの感謝を語った。速いマシンの作り方を教えてくれるから、言う通りにしてたら試合に勝てたから。それは違います。僕がファイターに感謝しているのは。それが分かってるならお前がファイターとしてもう答えは出ているはずだぜ。カズマ君、そうですね、僕間違っていました。ポケサーは速さを競う遊びだけど、大事なのは速さじゃない。ポケサーで一番大事なのは勝敗でもない。そんな当たり前のことも忘れて僕は。今からでも。はい、僕さっきの子供たちにもう一度話してきます。ああ、はい、ありがとうございます、カズマ君。いいじゃん、このポケサーマシン。これ返してよ。ああ、なんだこのガキ、殴られてえのか。こんなレアな機体、おめえらみたいなガキに。僕がお小遣いを貯めて買ったんだよ。うるせえ、ぶっ殺す。ちょっと待て、お前ら。うん、なんだてめえは。僕はポケサーファイターだ。それは小次郎くんのマシンだろ、返せ。ほう、まさかポケサーファイター様からお説教されるなんてな。おめえみてえなふざけた格好のやつがすごんだってなんも怖くねえ。こんなガキどもが持ってるより俺たちが使った方がこのマシンもいい記録出せるだろう。ふざけるな。子供たちを傷つけるようなやつの記録なんてクソくらいだ。ポケサーで一番大事なのは速さじゃない。仲良く、お前らなんかにポケサーをやる資格はない。ファイター、ここは危ない、早く逃げて。でもファイターが。僕のことはいいから早く。ああ言ったか。よし、不良ども、このポケサーファイターと勝負。急な攻撃は。なんだこいつ、クソ弱えぞ。いい年してこんな格好してガキのおもりし。本当だぜ、こんなおもちゃにムキになってよ。さっさと実家に帰って家業でも継いだ方がいいんじゃないですか、ファイターさん。小次郎くんのマシンを返せ。うるせえな。ちくしょう。気絶しやがったぜ。はい。あ？なんだてめえは。
通りすがりのポケサー好きだ。てめえらにファイターを悪く言う資格はねえ。さっさとそのマシン。なんだこいつ、ぶっ殺されたいのか。いや面白え。お前なんか怖くねえんだよ。やるか。どこ見てんの。なめんなよ。仕留める。気が高いよ。出るやるのかよ。うっ、調子出てきたぞ。てりゃ、私の番。頑張りますか。ヒッサー、ハッピーバースデー。私の番。手加減はなしだ。叩き潰す。相手にならねえな。素直に喜んでおくか。ふう、片付いたな。ファイター、しっかりして。うん、やった、目が覚めた。ああ、君たちこそ平気だったかい。うん、ファイターが守ってくれたから。ファイターって強いんだね。びっくりしちゃった。え、強い。だってほら、周りのチンピラ倒し。あ、これ俺が。他に誰がいるってのさ。かっこよすぎるよ、ファイター。あの、僕のマシン取り戻してくれてありがとう。俺はいいさ。ルールを破る連中を正すのはファイターの仕事だからね。ファイターは僕のためにこんなに頑張ってくれたのに、僕ファイターに嫌なこと言っちゃった。本当にごめんなさい。いいんだよ小次郎くん。悪かったのはこっちの方さ。君が自由にカスタマイズを楽しみたいのに、マシンが速くなれば喜ぶ、勝負に勝てれば喜ぶ、ポケサーで一番大事なことを忘れていたよ。ファイター。じゃあ仲直りの印に。ミンティいいね。やろうやろう。ああ、もちろんだ。ちょっと絆創膏でも貼ってくから。うん、わかった。よかったな、新しいファイター。村中君。社長。あ、ファイター。まさかポケサー愛のある。なんかポケサーファイターが喧嘩に巻き込まれてるというから駆けつけたんだ。大丈夫かい。はい、大丈夫です社長。子供たちも無事です。そうか、よかった。子供たちを守ってくれてありがとう、村中君。いえ、ファイターとして当たり前のことをしたまでです。ああ、村中君、なんだか君。そうですか。カズマ君のおかげかな。お、カズマ君。はい、バブルの頃からポケサーを遊んでくださってる。僕正直これからもファイターをやっていけるのか、まあ、カズマ君が相談に乗ってくれて、背中を押してくれて、大切なことに気づかせてくれたんです。そうか、カズマ君が。カズマ君いい男だったでしょ。はい、めちゃくちゃ。もしかして社長のお知り合いなんですか。ああ、僕の大事な大事な友達なんだ。そうだったんですか。カズマ君言ってましたよ、
ファイターは今でも大切な友達だって。そうか。じゃあ僕そろそろ行きますね。子供たちが僕を待っているので。ああ、行ってらっしゃい。あ、村中君、もしまたカズマ君に会ったらこう伝えてくれるかい？いつかまた一緒にポケサーしようぜって。わかりました、絶対伝えます。それじゃ失礼します。今でも大切な友達か。一生ものの友達ができるんだもんな。ポケサーって最高だよね、カズマくん。いつか、いつかまた巡り会えたら、またあの頃みたいに、子供みたいに泣いたり笑ったり、怒ったりしながらさ、ポケサーやろうぜ、カズマくん。チャンピオン街広場か。そういえばこの場所や西公園で小牧のじいさんに昔よく稽古をつけてもらったな。西公園はカムロ町ヒルズが建った時になくなっちまったが、ここは昔から変わらねえな。ショットガンを使ったり、ひたすら殴られるのを耐えろと言ったり、大量の猛者をけしかけたり、なんとも常識外れな特訓が多かったが、おかげで俺もかなり成長させてもらった。最後に会った時はいい年だったが、今も元気でやってるんだろうか。おい、ここで何やってんだ、おっさん。ここは俺らの縄張りなんだよ。分かってできてんのか。ああ、いや、知らねえな。それに広場はみんなのものなんじゃねえのか。んだと。はい、ボコすこと決定。ああ、死んだな、おっさん。ご愁傷様。まあ待てよ、俺マジ優しいからさ、殺されたくなかったら金置いてくだけで今日は許してやってもいいよ。みっちゃん優しい。話になんねえな。ちょっと待て、お前舐めてんのか。優しくしてやる。お前に優しくしてもらった覚えはねえよ。ならいい、
ぶっ殺して金奪うだけだ。調子乗ってんじゃねえぞ。後悔するなよ。私の分。よし。はい、ね、どうした？どうした？脇が甘いな。これはどう？おら！やるのかよ。はっ！私の番。容赦しない。それ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 。調子出てきたぞ。頑張りますか。見さらせ。シャンパン入りました。口ほどにもね。これに懲りたら二度とこんなことするんじゃねえぞ。すみませんでした。ほう、なかなかやりおるの。数々の戦場をくぐり抜けてきたと見える。ん？お主、もしや。はじめまして。どこかでお会いしたことありましたか？おい、なるほど。生きていれば言えぬ事情の一つや二つ出てこよう。いや、ただの思い違いじゃ。ただわしがかつて稽古をつけていた弟子にどこか似ているように思ってな。そうでしたか。遅くなったが、わしは小牧流古武術の継承者で武術家をやっとる小牧宗太郎と申す。この町で弟子に古武術を教えておる。お主はこの辺では見かけない顔じゃが、旅行か何かか？いえ、ちょっとしたやぼ用でこの町に来ただけで、すぐに出るつもりです。ほう、ならお主、わしの弟子になってみんか。場合によっては100倍くらい強くなれるぞ。もっと若い時に聞いていたらお世話になったかもしれません。ですが、今はもう他にやることがありますから、すみません。そうか、ならば仕方ない。これは年寄りの独り言だと思って聞いてくれ。わしは昔からこの町のホームレスや力を持て余している若い連中を相手に戦いの稽古をつけておった。その中でもわしと張り合えるほどに強く優しい豪傑な男がいた。口には出さなかったが、いつも誰かのために傷だらけになっているようなやつじゃった。マナ弟子として迎えたその男は他の弟子たちにもいろいろと影響を与える面白いやつでな。カリスマというものを持っていたんじゃろう。後にも先にもそういう男はあやつだけじゃった。まあ今はすでにどこかでくたばったらしいなどと弟子たちが言うておったがな。だがわしは今でもたまにそのマナ弟子に稽古をつけている夢を見るんじゃ。かつていた
西公園のホームレスたちと一緒にな。お主、一つだけ老い先短いわしの頼みを聞いてくれんか。やりたいこと？ああ、人生の総決算、最後に本気の手合わせ、試合がしたいんじゃ。自分の最高の愛弟子とな。おっと違うか、今は愛弟子にの男じゃったな。老いぼれの最後の頼み聞いてくれんかの。わかりました。愛弟子に代わって全力でお相手しましょう。ではこちらも全力で行かせてもらうぞ。1対1の大勝負、穂巻翔太郎参る。穂巻翔太郎かかってきて、いざ参る。て加減はなしだ。お主の力そんなものか。寝てるわ。せい。調子出てきたぜ。調子出てきたぜ。終わらせる。手加減はなしだ。茶番はしまいだ。調子出てきたぜ。まだまだひよっこじゃな。手加減はなしだ。お主の力そんなものか。デリバリーを頼むぞ。俺がポケスーファイターだ。やってくれ。一気に全身が調子出てきたぞ。鍛え直してくれる。全速力で飛ばす。ちょっと来い。手加減はなしだ。一気に
決まる。最高だったぜ。調子出てきたぜ。シャバはしまいだ。手加減はなし。度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれるだな。満足したか、じいさん。ああ、見事じゃ。たく、何が追い先短いだ。その辺の若い連中よりよっぽどタフじゃねえか。久しぶりに全力でやり合えたわい。ここまでやれる弟子は今もなかなかいなくてな。もうわしから教えることはないようじゃ。人違いかと思いますが、一ついいですか。なんじゃ。俺も以前あなたと似たような男に世話になったことを思い出しました。その男は強くなりたいと願う人間を見つけてはいつも受け入れて稽古をつけてやっていた。稽古の内容は常識から外れたもんばかりだったが、強さへの信念や情熱はすごいものを持っていた。技だけではなく精神も鍛えられるもんだった。きっと今もその信念を貫いて立派に弟子たちを育て上げているんだと思います。信念か。それならお主の拳からも強い信念を受け取った。誰かのためなら己のことは顧みず戦う強い決意と守るための優しさをな。相変わらずのようじゃな。じゃがそれは時として弁慶の泣きどころにもなる。足をすくわれぬよう気をつけることじゃ。わしが言ってやれるのはもうこのくらいじゃな。覚えておきます。では俺はこれで。会えてよかった小牧のじいさん。ああさらばだ名もなき者よ。わしはこの体が持つ限りここの町で弟子たちと日々精進しておる。いつかまた相まみえる時があればし合おうぞ。それまでは絶対にくたばるでないぞ。あんたもな。今も多くの弟子たちが学んでいるらしい。じいさんの志を継ぐ強い奴らが育っているんだろう。俺も小牧のじいさんからは技以外にもいろいろ学ばせてもらった。あんたから教えてもらったことは忘れねえ。これからも強く達者で生きろよ、じいさん。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。脇が甘いな。調子出てきたぞ。私の番。
出番が来たな。遊んでいる。見さらせ。ジャンプさん入りました。感知した。立て直さないと。治療する。問題ねえ。手加減はなしだ。叩き潰す。よし、バッチリ。どうしよっかな。逃がしゃしねえぜ。遊んでいる。見せてあげる。感知。頑張りますか。必殺。ジャンプさん入りました。やるのかよ。人生これ成長ってな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでよね。
しちゃうわよ。どれにしようかしら。何だって着こなしちゃうわよ。いろいろ試してみよう。さて、どれにするか。いらっしゃいませ。
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お、ありがとうございます。ありがとうございます。